皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ではキングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート42やっていきたいと思います。ね、前回は、オリンポスコロシアムでの2度目のストーリーというかエピソードを攻略したところですね。で、今回はですね、前回締めの方でこのスプラッシュマウンアイランドを攻略して、その先にあるね、このワールドに行こうと思っていたんですけれども、このワールドなんですが、ほとんどミニゲームのワールドになってまして、まあ、そのミニゲームをね、完全に攻略するためにはまあ、空がね、いろんな別の能力を持っている必要もあるみたいなので、今回はちょっとこちらはとりあえずその、なんだろう、ある程度ストーリーが進むまで置いておいて一度にやろうと思います。というわけで、今回はこちらですね、ポートロイヤルの2度目のストーリーをやっていきます。バトルレベル37、何気にね、推奨レベル結構下の方で動いてるから大丈夫かな。体勢変えた。港の方だね。うん、行ってみよう。さてと、そうだ、新しいキーブレード装備しないと。あとアビリティも増えてるよね。マグネスプラッシュ、空中でたくさんの敵を引き寄せるコンピューションを作っていきます。うん、待てよ、とりあえず AP アップを。ちぎれたページもなんだかんだで4枚も集まってるのか。5枚あればよかったと思うんで、次の1枚取ったら行こうかな。どうしようかな。ガーディアンソウル、おお強い、いいじゃんいいじゃん。ブレイブフォームで魔法使うことないからね、いいよね。俺はこの約束の守りの方がいい気がする。よし、さて進めていこう。向こう側って行ったことあったっけか。今回の話でそっちに行くのかな。ジャック。おり。ノラ。ノラじゃねえ。ソラ、ドナルド、グーフィー。もうダメだ。はいはい。しょうがない。あ、このキーブレードいいぞ。リーチもあるじゃない。ここは魔法戦士隊の方がいいようなので、これでいこう。受けてみろ。よし。お、確かに攻撃力が高いでした。強いぞこのキーブレード。よいしょ。
りだ。よいしょ。はい。それ。よっ。いいね。今のは呪われた海賊だろ。金貨の呪いはなくなったはずなのに、どうして。どこかの欲張り野郎の仕業だろうな。そうきたか。俺が信用できないと。ソラたちはもう完全にジャック疑ってんな。海賊ってもんが分かってきたな。ジャック、ソラ、おや、エリザベス。厄介元の匂いがプンプンするぞ。待てジャック、力を貸してほしいの。ウィルが呪いの金貨の様子を見にし、死の島へ行ってるの。最近また呪われた海賊がうろついてるでしょ。その原因を調べに行ったのよ。ブラックパール号で私をウィルのところに連れて行って。ほら来た。奴を助けたいなら一人で行け。バカにしないで。ウィルは強いから助けなんて必要ないわ。おっと、じゃあどうして。島へ行って金貨を確認するべきだって最初に考えたのは私なの。それなのにウィルったら一人で行ってしまったのよ。彼が心配なの。私も行ってこの目で確認したいのよ。ウィルに同情するよ。さあジャック、行きましょう。待てよ、俺に何の得があるんだ。もちろんお礼はするつもりよ。考えておいて。海賊じゃなくて私たちの常識の範囲でね。よし、引き受けた。よし。うん、じゃあとりあえずブラックパール号でまたあの船に行けばいいのか。お、届くか。届かねえだろ。あれどう取るんだよ。しょうがないか。特別なんかある感じでもないよね。前ここで戦った時ちゃんと見れなかったもんな。あそこに普通に王冠あるし。夜明けのピース、やれやれ。また死の島に行くことになるとはな。出発か。死の島、なんだ、船の墓場みたいなやつがあったな。あれ前行ったっけか。おい、受けてみろ。日の光が当たってるところじゃないかな。ダメージできないから。くらえ。こいつらはなんかちょっと様子おかしくない。来いよ。よし。とどめだ。とどめだ。やっぱりハートレスも出るか。でもね、まだマシ。いつ殴ってもいいんだもん。落ち着いて。受けてみろ。よし。インターセプター号発見。やめてよジャック。ビルを連れ戻さなくちゃ。なあに、勝手に冥福祈っちゃってんの。ウィル、起きて。エリザベス。何があったの。僕は、そう、海軍を説得して死の島へ行ったんだ。
金貨が宝箱ごとなくなっていた。そこへ黒いフードで顔を隠した男が現れて襲いかかってきた。何？13機関だ。なんとか逃げ出したけど、あいつは怪物を僕たちに差し向けた。恐ろしい怪物だ。インターセプター号の船員たちはみんなやられてしまった。ウィル、エリザベス、僕は少し疲れたよ。俺たちの出番だ。何が起こるかわからないから準備を忘れずにね。俺の船で勝手に話を進めるな。この話は終わりだ。怪物なんて相手にしたくない。逃げる気？その通り。おっと、これ宝箱とか思ったけど、普通のグラフィックっつうか、ちょっとするか。化け物って言ってたけど、なんだろう。13機関が操ってくるって言って、まあでも操ればハートレスも操れるのか。それはめんどくせえな。勝手に乗るなよ。やっぱり13機関だ、任せて。呪いの金貨に引き寄せられた人の心の闇、渦巻く欲望の化身たるこのハートレス。おっと、さて我ら13機関の力となるのだろうか。ここで試す気か。その通り。いや、船の上ですよ、穏便に。でかいな。バカが見えるか。よっしゃ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 。うん、いけるぞ。受けてみろ。全然いけるぞ。受けてみろ。全然余裕だぞ。終わりだ。もうゴリ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 凄まじい勢いで HP 減ってますよ。いいダメージ出てますよ。え、こんなに弱い？ゲスに。終わっちゃったよ。全然大したことねえじゃねえか。わっぷー、まだまだ。とっとと追い出せ。了解。パーレイ。何？パーレイ？海賊の掟だ。パーレイが宣言されたら俺は交渉に応じなければならない。今は関係ないだろ。その通り。でも仕方がない。こんな掟を考えた奴を恨め。それで、なんだ。この宝箱は慎んで返却しよう。そりゃいいね。で、条件は？記念に数枚金貨をいただいておこう。はあ？大変だよ。何？貴様が足りないと呪いが解けないよ。海賊を甘く見るとどうなるか見せてやる。ほう。ん？
ソラ、ドナルド、ルフィ、行け。おい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 、撃て。船ごと奪われた挙句に落とされたけど、どうすんの。また金貨を取ったの。いつそんなチャンスがあったんだよ。チャンス？どうして呪われてるのかな。思うにあの化け物にやられた時だ。でもどうしてお前たちは呪われないんだ。お前じゃないからよ。嘘つけ。失礼だぞ。本当にどうしてだろうな。もしかしたら僕たちはこの世界の住人じゃないからかな。ルールが違うじゃん。そっか、よそ者だもんな。いつ家に帰れるんだろう。そうや。なんてさ、呪われなくてラッキーだな俺たち。おい、ごちゃごちゃ話してないで使える船を探せ。そういえば1年前にまあアンセム倒して、まあ偽物だったわけですけど、それでデスティニーアイランドは元に戻ったんですよね。てばね、カイリたちもうまく学校に通ってるみたいな感じがありましたし、どうなってんだろう空の家。一応ね、ワンでほら声だけだったけど、お母さん出てきてたじゃん。どういうことになってるんだろう。相当心配させちゃってんじゃねえの。あ、そっか、一部の関わってた連中は空のことをそもそも思い出してないのかな。あれ、なんだこの背景。あ、なんだかだね、刺繍まことみたいな。よし、じゃあ今回ちょっと短いですけれども、ここまでにしておこうと思います。でね、次回も引き続きポートロイヤルのエピソード2をやっていきますので、よろしくお願いします。というわけで、キングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート42、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てきれなー。